皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、やりたいことが多すぎて、結局何もできなくなってしまう教室の先生へ、5つのお悩み解決法ということについてお伝えしていきたいと思います。教室の先生のコンサルをですね、日々やっていると、お悩みの中にもちろんその具体的なビジネスの方法論、どうしていったらいいのか、例えば集客のこととか、あと制約のプロセスとか、そういうことも当然ご相談に乗るんですが、それと同様に多い、ご相談の中にですね、時間がないっていう時間活用の方法ですね、これにご相談あることはあるんですよ。で、その時間活用、時間活用でまた答えがあるので、また違う機会にお話をしたいと思うんですけれども、そのやりたいことが多すぎて、次々に思い浮かんでしまう。で、なんか食い散らかすように手をつけて、結局身になるものができずに、そして終わってしまうことに自己嫌悪を感じてしまう先生とかもいらっしゃるのも事実なんですよね。で、そういう先生に、なぜ私は決断ができて、で、そういうふうにこう決めたことを、初志貫徹というか、有言実行というか、ちゃんと一つ一つ形にしていくことができるのかっていうご相談をいただいたので、考え方はとてもシンプルなんですけれども、それをね、ちょっと今日はお伝えしたいというふうに思っております。はい、ではですね、本題に入りたいと思います。まずですね、やりたいことが多すぎて、何もできなくなり、要はないしあとちょっとずつ手をつけて食い散らかしちゃう方ですね、自己嫌悪を持っている方もいらっしゃるんですけれども、興味が持てることが多いっていうのは非常にいいことなんですよ。で、別に自分を擁護するわけじゃないんですけれども、私自身も興味があることには大抵手を出します。はい。で、それを続けていくかいかないかっていうのは、仕事も趣味もなんですけど、とりあえずやってみて、あ、ちょっと違うなと思えば引くみたいな、とりあえず手をつけるってことはするので、そのあたりは多分やりたいことをやるっていうのは、その先生が悩んでることと多分一緒だと思うんですよね。で、多分その先生と私が一番違う点がですね、やりたいことは見つけて手はつけるんだけれども、結局その見極めをどっかでやっているということなんですよね。見極めを、それを要は心底力を傾けてやるのか、いえ引くのか、この決断を割と早いうちにするっていうことですね。だらーっとこうちょっと手をつけながら全部を同時並行に動かすっていうのはほとんどなくって、これは今やるべきなのかどうなのか、でも興味があるからとりあえずやってみるは確かにやるんですよ。だけれども2段階目、その後下に深く行くかどうかっていうのは、手をつけた時に早い段階でやるかやらないかを決めるっていうことを一つのルールにしているっていうのが多いですよね。で、成長する過程とか、自分の枠を広げるっていう観点からすると、興味が多方向にあるっていうのは私基本的にいいと思っているんですよ。ワンシングっていう言葉があるように、一極集中、一点集中っていう言葉は、男性が得意なんですけれども、それができるに越したことはないんですよ。やっぱりいろんな本とかを読んでもですね、食い散らかすようにお仕事をやっていくよりは、一点集中できちんと仕上げて次に行くっていうのは効率がいいっていうのは科学的にも証明されてるんですよ。でも私が、私の性格としてそれが向いていないというのは自分がよく分かっている。多趣味で多方向に興味があって、手を出したいしやりたいしっていうところまでは多分悩んでる先生と変わらないです。やりたいことが多すぎる。ただその先生と違うのは、引くときに引いちゃうっていうことですね。一旦手を出すけれども、今やるべきかどうかを他の仕事とか他の趣味とか他の時間とのバランスの中で突っ込むか突っ込まないかを決めるっていうことの決断をきちんとやるっていう線引きをしているところが、そういうふうにもし悩んじゃってスパイラルに入っている人とは一番違うところなのかなというふうに思います。だから前提として、
一点集中ができない人はできないんです。それは認めましょう。私もできません。飽きちゃうんですよね、一個のことずっとやってると。だから会社員だった時とかも別にそうしようと思ってそうしてたわけじゃないんですけど、6年周期で転職してるんですよね、大体。その6年経つと一通りやっぱ仕事ができてしまって、会社の地位も社内ですごく上の方に上がっちゃってっていうことになると、まあ、自分でなくてもできる仕事っていうのが立ち上げが特に好きなので、そうするとその人たちに仕事を下ろすと次に新しいことをやりたくなっちゃうので、まあ、社内でキャリアをもちろん積んでいくっていうのも悪くはないんでしょうけども、その当時からも興味の方向がいろいろあったんで、建築やっていたんだけれども、そのブライダルでトータルコーディネートっていうのもありだよねっていうことで、その全体の室内装飾、バンケットの室内装飾ですね、そういうのがやりたいと思えばそっちの会社に行ったりとかっていう形で、まあ、そういう意味では移り気な人かもしれません。会社員だった時はですよ。で、自営になってからは一つの例えばパン教室っていうのをやっていても、電子書籍のディレクターやってたり、あとはもう一つ美容食学の講座を作ったりとかいうことで、やっぱり2個とか3個はいつも同時並行に動かして、まあ、リスクヘッジっていう意味と、一つのことだけずっとやると飽きてしまうからっていうのと多分両方なんですけど、だからこの道一筋18年とか20年っていう先生たちは本当に私からすると尊敬する形ではあるんですね。で、まあ、今回のお悩みの方はそう一筋っていうよりはいろいろやりたいことがやっぱりあって迷ってしまって、まあ、私に似たような性質の方がお悩みの対象だと思うんですけれども、そこで何もできなくなっちゃうというのはまずいんです。はい、ですからその解決法をね、お伝えしていきたいなというふうに思ってます。はい、ではですね、まずその解決方法の一つ目ですね。はい、一つ目に関しては何が、大事かっていうことなんですけれども、自分の既成概念とか固定概念を捨てるということですね。要はそれをこうあるべきとかこうしなきゃいけないっていう考え方はやめた方がいいっていうことです。まあだから逆に言うと、やりたいんならとことんやってみたらいいし、まあ捨ててもいいなと思うんだったらあっさりと捨てるみたいな、全力で取り組むのもありだし、まあ、例えばさっきの私みたいに一旦は触るけれども違うなと思ったら執着なく切り捨てるみたいな、そんな感じですね。要は何が問題かっていうと、どうしようか何しようか、やるべきかやらないべきかっていう、この「べき論」っていうのもあんまり好きではないんですが、やるべきかやらないべきかとか迷ってる間に時間って過ぎちゃうんですよ。だから気になるんだったらやってみて、ですごくいいなと思って全力でやりたいんだったらやったらいいって、要はイエスかノーかっていうのをきちんと結論を出すっていうことが、まあ一つ目として必要なんで、自分の中にあるこうでなくてはならないとかこうしなくちゃいけないというのをまず一旦捨てる必要があるということがまず一つ目ですね。で、二つ目ですね。実際にやりたいと例えば思ってるとするじゃないですか。で、それが難易度が高かった場合にできないこととかもある場合がありますよね。だから自分ができることなのかっていうのを検証してみるっていうのも結構大事ですね。だからやりたいこととやれるものっていうのが別物である可能性があるんですよ。だから思いついたけど本当にそれは今できるのか、そして今必要なのかっていうことを理解して、でやるって決めたんなら考えてない、とりあえずやる。はい、っていうことで、やりたいことと本当にそれは今できるのかっていうのを併せ持ってできると思うならやってみたらいいっていうことで、とりあえず行動するきっかけになりますよね。で、3つ目はまあこれは当たり前といえば当たり前なんですけど、優先順位をつけるっていうことですね。で、優先順位のつけ方って本当にいろいろあって、私の場合には、そのやりたいことが出てきちゃった場合の重要度をどう捉えるかっていうと、仕事面としては当然仕事に役立ち利益が大きく、
その将来にも役立つことで、期間限定ので今申し込まないとどうしようもないっていうのはやっぱ優先度は高くなるんですけれども、趣味領域の部分で言うと、人生においてそれは本当にやってみたいことなのかどうなのかっていう、ちょっと大きな流れから優先順位決めていきますね。これ将来にわたってももしかしてやりたいかもとか、この先こういう状態になってもしたいかもしれないとかっていう、ちょっと先を見据えて、そしてやりたいのかどうなのかっていう、人生のライフプランの中に入ってきてもいいよねって思うんだったらやってみたらいいかなと思うし、そこまで熱い思いがないんだったら、まあ後回しでもいいかっていうことで一旦熱を冷めさせるみたいなね、そんなことをやったりとかするので、優先順位とかをね決めたりとかしています。ちなみに私、長く続いている趣味で、まあ旅行っていうのは趣味って言っていいかあれなんですけど、まあ旅行もね一つの趣味で、それに伴って写真を撮るっていうのも一緒に出てくるんですけど、まあ、写真も長いです。20年以上やってるので。で、最近加わってきたのが、まあ、サックス演奏ということで、音楽やってなかったので、まあ、50手前の49の時に始めたんですけど、その年齢上めのね大人の趣味として持っててもいいかなって思ってやり始めたんですが、まあ、ことのほか面白くてハマってるんで、まあ、多分これは一生の趣味にするだろうな、心も豊かになるしと思って、まあ、それもね入れてきたんですよ。だから多趣味です。はい。で、そこにだから入れていく上で、人生においてこれあってもいいよね、だから手を出してます。はい。実際に楽しかったしね。だから優先順位は私なりの法則でつけているので、ご自身の中での優先順位をちょっと俯瞰して引いた目で見てみて、あ、今必要だよねって思うのであればやった方がいい。そうでもないんだったらやめておく、一旦やめておくっていうこと。だからちょっと意識をこの辺りに置いちゃうっていう形で、優先順位を冷静に考えてみるっていうことがありますね。はい。そして4つ目ですね。頭の中で考えるからぐちゃぐちゃする可能性が高いので、本当にこれをやりたいのかやれるのかっていうことも含めて、書いてみるっていうことが、大事です。見える化する。で、案外書くと、びっくりするぐらいやばい時があります。いっぱいなりすぎてて、あ、これは無理だ、時間がどう割り振っても足りないと思ったら何かを捨てます。何かを捨てます。その代わりにそれをやると決める。だから足りないっていうのを分かるための見える化しないとダメです。大概迷ってる人ってただ頭で考えてるだけなんですよ。一回もうやりたいこと全部書き出すといいですよ。膨大すぎて衝撃を受けるかもしれない。その中で優先順位1234って決めていったら、こぼれちゃうのは出ちゃいます。で、じゃあこのグループは今年の半年前半やろう、このグループは後半やろうとかでも全然 OK だと思うんですよね。ですから、その前半後半という決め方じゃなくてもいいんですが、とにかく可視化する、グルーピングする、で優先順位決めるっていう、その見える化した方がね絶対いいです。はい。だからモヤモヤしてる人は大概それをやっていない人が多いです。はい。これをやってみてほしい。そして5つ目ですね。まあ、なんやかんや言って結局やりたいものはやるし、やらないものはやらないんですよ。だから今まで優先順位のつけ方をお伝えしてきましたけど、それでも一旦捨ててでも、また拾い上げてでも、どうしてもやりたいことはやったらいいと思います。もう理屈抜きで、感情優先でやりたいことはやりたいって言ってやったらいいです。ただそれがだから多すぎると結局もうどうしようもなくなるから、やりたいって優先順位決めたら、手に余ると思ったもの、こぼれるものは捨てるっていう潔さが必要なんで、まあやっぱり決断っていうことはね必要になると思います。ですからどのみちですね、二択なんです。やるかやらないかっていうところ。やりたいことがありすぎてぐるぐる回っててとか、手をつけすぎてで手に余ったら捨てるっていうことをする、作業、取捨選択っていう作業をやり続けるっていうことが、まあ、その先生に対してのお悩み解決のコツ、ポイントになります。はい。ということでまとめに入りたいと思います。やりたいことが多すぎて結局何もできなくなってしまう教室の先生へ、
5つのお悩み解決法に関してです。まず1つ目は、既成概念を捨てるということですね、べき論、何をするべきとかしなくてはならないとかいうのは自分の中で決めつけないということがまず1点目ですね。でこの時大事なのは2択のうち1択やるかやらないかっていうのをはっきりさせる、放置する、どっちでもいいみたいな曖昧な選択肢はなくすということが必要です。で2つ目が、自分が本当にやりたいことと今できることっていうのはまた別問題なので、それをやりたいことを決める時にそれはやれるのかっていうのを同時に考えながら、決断をしていくっていうことですね、はい、でどの道やるかやらないかっていう決断をしなきゃいけないということです。考えててもダメということです。で3つ目は優先順位を決めていく、これは自分なりの軸で決めていただく必要があります。私の優先順位は仕事も遊びも、同等レベルのごっちゃにする入れ物の中で優先順位決めていってるので、仕事はもちろんやるんですけども、仕事を遊び化している人なので、遊びも仕事になっちゃったりするし、仕事も遊びになってます。そのバランスが悪くなると、仕事一辺倒になっちゃうと、仕事は好きなんですけどザ仕事だけの人生になっちゃうと途端にストレスになってしまうタイプなので、仕事を遊び化する、楽しみながらやれることしかやらないっていう軸は持った中で優先順位を決めていくっていうことですね。この軸の持ち方は人によって多分違うと思います。で4つ目、見える化する、はい、大概頭の中がごちゃごちゃになってる人は頭の中だけでごちゃごちゃになってるので全部書き出してみる。そうすると本当に多分必要なこととか削ぎ落とされて見えてきます。で5つ目、なんやかんや言ってもそんだけ捨てたりとかいろいろ考えてもやりたいことはどうしてもやりたいので、それはやってみる。その時の注意点は、手に余ったものが出てきたら潔く捨てる、それを引きずりながら持ち続けない、この決断ができない人はやっちゃダメです、はいっていうことですね、はい、ということで、まあ、悩んでる人結構多いんですけど、共通して言えるのは二者択一の考え方です。これを取ったらこれを捨てるかもっていうことで、手に余るもの、時間は有限なので、そこの決断をしながら動いてみるっていうこと、考えてても仕方がないので、はい、そういう取り回しにしていっていただければ、前に動いていけるんじゃなかろうかと思いますので、ご参考にしてみてください。それでは。